ヨギママ、私がやる前になぜ動画を上げたんですか？どういうこと？同じ楽曲を上げたじゃないですか。何？習って？え、ファッションモンスターやってなかった？衣装とかチェンジしてたじゃん。うん。あ、確かにパクったやけなんだよ。あ、うるせえ。ちょっと待って。え、でもパクったでしょ。アイディアパクったでしょ。ファッションモンスターっていう。え、どういうこと？先にあげたでしょ。先に。だってあれ人気曲じゃん。え？なんだって？あ、人気のある曲はみんなやってんのあれ。え、今日あげたのあの動画。だってあげじゃん、TikTok 人気ランキング3位の曲。あ、そうなんだ。そんなに人気あるのこの曲。なんて？なんてってあんただよ。あんたがなんて、こっちがなんて。あんただよって言わなくてもいいじゃない。いや、1位の曲は何なの？ 1 位の曲は。TikTok、 何じゃない、あんたが何を。だから1位、今配信中なの。あ、今ミュートしてる。あ、ミュートしなくてもいいよ、別に。あ、いいの、ミュートしなくて。うん。1位の曲は、しましたよ。1位の曲は何なの。え、1位の曲ね、あげ。え？もう一回歌って。あー、何から何までお酒をぐい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 、あー、それそれってやつ。あれが1位なんだ、レプゼンの。へえ。2位は？いきなり2位は何なん、2位は。ランキングってあるのよ、一応曲のね、ランキング。あ、あるんだ、そういうの。あるの。うん、そう、ゲームさんと私がほらコラボしてたじゃん、ゲームと。うん、あの曲をインスタグラムにアップしたら、うん、TikTok ジャパンの人が見てくれたわよ。嘘でしょ。あのほら、ストーリーとメンションって言って、うん、おはよう、メンションって言って、私メンションで上げたのね。うん、そしたら、TikTok 展開で見てくれることがあるの。それなに、ジャパンの公式アカウントが見てくれたの？ヨギママの？そう、ストーリーをしてくれると、TikTok ジャパンで、イベント参加とかね、取り上げてくれますよって、お知らせに書いてあったと思う。あ、すごい、私を出しに使って、そうやって罵し上がろうと思ってんね。私の。なんかちゃんもさ、違うよ。なんかちゃんを世界に広めるためよ。何？時間がの、世界に広めるのよ。プロデューサーなの。プロデューサー。まあ、ハチちゃんにもいろいろね、ななちゃんをね、ね、できないところでね、力か、かっつけてもらえてる。ハチくん最近なんか反応が薄いんだけど、なんかあったかな？ハチちゃんね、仕事でね、ちょっとくたびれてるみたいよ。あ、そうなんだ。なんかね、無理して働きすぎちゃって、キャパオーバーして、今、ちょっと疲れてるかもしんないよ。そっか。わかったわ。ありがとう。え？だから、まあ、なんだろう、少しは、ちょっとや、すんがらって言ったら、ななちゃんのね、仕事に忙しいのがね、心配なんだって。ああ、そうなんだ。そっか。うん、無理しないでね、って言ったの。そうね。うん。わかったわ。ハチちゃんの音楽活動は、ハチちゃんの仕事が落ち着いたらやることにした。ああ、そうなんだ。わかりました。
楽しんできてね。楽しみにしてね。ちゃんと見ろよ、放送。ああ、ヨギママ来ないの。ないわよ。コンビニマンは休みがうまく取れないって言ってんじゃん。ああ、そうなの。休んじゃえばいいじゃん。それができた。苦労しないわよ。だって、お茶ばくれ稼いでんでしょ、今。お茶ばくりなんてじゃないよ。あんたがなんてだ。ハチちゃんが鬼に会いましょうって言ってるから、時間見てまた会いましょう。わかった、はい。はいはい。ごめんね、配信中、はい。だんだん慣れてきた。おー。